私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は福島県喜多方。ルーレットは絶対。ツイッター、門構えがレンガ造りのかわいい喜多方駅。とりあえず駅前諏訪通りを歩いてみましょう。広い。歩道がとにかく広い。喜多方に来たからには喜多方ラーメンをいただきたいけど、朝一で出発しちゃったからさすがにまだ空いてるラーメン屋さんなんて。おっと、こんにちは。いらっしゃいませ。日本三大ラーメンの一つ喜多方ラーメンを一杯ください。お、嬉しいこと言ってくれるね。そこに座って。はいはい、お待ちかねの日本三大ラーメンの一つ喜多方ラーメンだよ。うわー、おいしそう。チャーシューが見るからに柔らかそう。いただきます。うんま、普通にうんま。柔らかいチャーシューがちょっと縮れたもちもち麺と絶妙に絡んで、普通にめちゃくちゃうんま。普通かめちゃくちゃかわからないけど、ありがとね。スープは何ですか？スープはうちは醤油味で、ベースは煮干しと豚骨だね。喜多方ラーメンの基本形って感じだね。いやー、美味しかった。朝から空いてるラーメン屋さんがあってよかったです。は？だから、朝から空いてるラーメン屋さんがあってよかったです。いやー、この辺どこでもラーメン屋空いてるよ。へ？あー、ごめんなさいね。ちょっと忙しくなってきたから、そこにいるメンマに聞いてくれ。おーい、メンマくん。こんにちは。メンマくんことケンイチです。こんにちは。観光客のさとみです。メンマくんはいろいろ知ってるから、教えてもらえばいいよ。あ、はい。朝からバンバンラーメン屋が開いてるって件ですよね。はい。この辺だけの文化なんですかね。朝ラーって言うんですよ。朝ラー、なんでそんな文化があるんですか？それが理由ははっきりわからないらしいんですよ。1980年代から朝からラーメンを食べるっていう、なんとなく始まったらしいんですけど、気づかない間に当たり前にラーメンを食べて一日を始めるって独自の文化が根付いてたんですね。へえ。でもこの味わい深いのにあっさりとしたスープだからこそできた文化かもしれませんね。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいな。ケンイチさん。メンマくんでいいですよ。じゃあメンマくん、ちなみにここ喜多方ってラーメン以外に何かありますか？はい、ラーメン以外ですとな。あ、いや、ごめんなさい。喜多方にはラーメンしかないのかって意味じゃなくて、実は私、喜多方で知ってることといえば、桃鉄でこの町の物件は喜多方ラーメン屋さんが総なめしてるってことくらいでして、メンマくん、なんかいろいろ詳しそうなんで、他にも郷土料理とか地酒とか喜多方の歴史とか教えてほしいなと、そういう意味でございまして。嬉しいこと聞いてくれはるやないかい。なぜに関西弁？喜多方の全部案内します。一緒に行きましょう。ああ、別に教えていただければ、私勝手に行ってきます。はるかはん、ここの支払いはツケにしといてや。おーい、一元さんを勝手にツケにすんな。素敵な町ですね。ありがとうございます。かつては会津の北部に位置することから、この辺一帯は喜多方って表記されてたんです。そして明治8年に喜びが多いという漢字を当てて喜多方って表記を変えたんです。喜びが多い町、いいですね。あと、この辺歩いてて何か気づきませんか？蔵が多いですね。ピンポンピンポンピンポン。当たった。喜多方はラーメンだけじゃなくて、蔵の町喜多方として観光の皆さんが楽しんでくれてるんです。そうだったんだ。
勉強不足ですみません。いえいえ、表通りはもちろん集落にまで蔵は4000棟以上あるって言われています。これは全部酒蔵とかそういうことですか？もちろん酒蔵もあれば味噌蔵もあります。他にも漆器職人の作業場、醤油の貯蔵庫、住居としての蔵屋敷、いろんな店舗、公衆トイレなんかもありますよ。すごい！なんでこんなに蔵だらけなんですか？諸説ありますが、この辺は明治13年に大きな火事があったんです。おい、火事だ！みんな逃げろ！男どもは火を消せ！その火事で約300棟弱の家が焼き尽くされたんです。火事の後はその辺は焼け野原になりました。でも蔵が残ってやがる。負けずに残って立っていたのが蔵の姿だったのです。蔵はこの町の誇りだ。俺たちの誇りだ。こうして喜多方の人々は蔵を誇りとして、蔵と共に今日まで暮らしてきたのです。蔵を建てるぞ。ここでワンポイント。喜多方の男たちは夢の結晶として、40代で蔵を建てられないのは男の恥として、自分の蔵を建てることは情熱と誇りの対象だったそうです。着きました。喜多方に来てぜひ立ち寄ってほしいのは新宮熊野神社です。うわー、なんか神々しい感じがします。両部鳥居と言われる鳥居ですね。屋根がある鳥居、珍しいでしょう。はい、こんなかっこいい鳥居初めて見ました。さあ中に入っていきますよ。新宮熊野神社は平安時代後期にかの源頼義が戦勝祈願のために現在の会津若松市に熊野神社を勧請したのが始まりであると言われてます。おお、有名人。その後漢字3年に頼義の子義家が喜多方に熊野新宮社を遷座造営しました。ちなみにここ熊野神社の守護神はヤタガラスです。ヤタガラス？カラスなんですか？日本神話に出てくる足が3本ある鳥で、里見さんも見たことあると思いますよ。足が3本ある鳥なんて見たことないけどな。日本サッカー協会って知ってますか？そのシンボルがこいつ、ヤタガラスです。ほら、ユニフォームとかで見たことないですか？あ、確かに見たことある。ヤタガラスは勝利を導くって言われている伝説の鳥なんです。だからサッカーのシンボルになってるんだ。はい、人生の道案内だったり目的達成とかも導いてくれるって言われてます。伝説の鳥、ヤタガラス様、私にもいい男を導いてください。中に入りますよ。はい。わー、大きなイチョウの木。このイチョウは樹齢800年と言われていて、喜多方市天然記念物に指定されています。すごい、天然記念物。頭上注意、イチョウの枝折れ落下。そりゃ樹齢800年の大先輩ですもんね。そういうこともあるか。ご苦労様です。そしてこのイチョウの黄金の絨毯の奥に見える建物が国の重要文化財に指定されている熊野神社長渡って拝殿です。からの重要文化財。壁も扉もない吹き抜けで、なんか神秘的。平安時代の神殿作りの建て方なんですかね。なんとまあ、日本の美しさよ。あれ、あの一番向こうの床板がないですね。張り替えてるんですか？里見さん、いいところに気づきましたね。長床の最北の隅に板が敷かれない。これ、長床の七不思議の一つなんです。長床の七不思議？昔、大工さんがこの拝殿を一夜で建てるという誓いを立て、懸命に仕事をしていたんです。はあ、どえりゃ誓いを立ててもうたで。そこに天の尺が現れて、まだ朝が来てないというのに、よーし、朝のお知らせ行っちゃいます。コケコッコー。ああ、朝になってもうた。これでおしまいにしとこう。鳥が鳴いたと勘違いして大工さんが工事をやめちゃったから、そこの隅っこの床板が張り残されて、未だにそのままとのことです。
ご苦労さん。へえ、面白い。面白いと言っていただきましたので、私は天の尺による長床の七不思議残り6つを一挙公開しちゃいます。何何、ありがとう。そして楽しそう。まずは三社の屋根には鳥が止まらない。ヤタガラスの方が強そうだからかな。次、長床に鳥が巣をかけない。鳥さんたちも神殿のありがたさを分かってるのかな。次、長床の中には蚊が入らない。こりゃ夏は助かりますやね。次、村に火災が起こっても2軒以上燃えない。さっき聞いた明治13年の火事はとりあえず置いといてということにしましょう。ちょっとあんた、さっきからうるさいわね。今私の持ち場だから。あ、ごめんなさい。でもテンポいいから許してあげる。あんまのじゃく。次、栗の1年生に実をつける。桃栗3年かけ8年の概念を覆してきた。最後、熊が来て神前に詣でる。いや、そりゃそうでしょ。ありがたい場所ですから、熊さんだって拝みに来ます。以上、天の尺のレイカちゃんでした。ありがとう。じゃあ改めて石段を登れば熊の三社の本殿です。おお、確かに鳥が止まってない。七不思議一個クリア。三社並んでますので順番に参拝していきましょう。はい、これからも仕事がうまくいきますように。あとイケメン彼氏お願いします。健康で長生きできますように。あとイケメン彼氏お願いします。もっと芝居上手くなりたいです。あとイケメン彼氏お願いします。あ、風が吹いた。こういうところで風が吹くと神様のお返事だって言うよね。オッケーなのかな。私でした。お前かい。いってー、風で砂が目に入った。あー、メマ君大丈夫って、ここに来てまさかのイケメン。さとみさん、すみません、目に砂入ってないですか。え、なにこれ。天の尺ちゃん、ありがとう。礼には及ばねえよ。ありがとうございました。いえ、どういたしまして。じゃあ最初のラーメン屋に戻りましょうか。一元さんはつけ払いはダメだって店長から LINE が来てて。はい、わかりました。ただいま戻りました。ごめんなさい、ラーメン代お支払いします。ほんとごめんなさいね、うちの旦那が急に連れ出して。あ、800円になります。いや、旦那かーい。で、土産の喜多方たまりせんべいをやけ食いしながらの、せーの、お後がよろしいようで。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。